皆さんは神様の尊い働きのために招かれているということをご存知でしょうか。ある人は言いました。私みたいな取るに足りないものが神様の栄光を表すなんて無理です。しかし聖書を読んでいきますと、神様は取るに足りないものを招いて神様の業を行われました。マルコによる福音書2章13節から12節を見ますと、徴税人レビが神に招かれて従って立ち上がったところが記されております。取るに足りない徴税人レビを神様は招かれました。今も神様は取るに足りないものを招いて、この時代に神様が生きているということを表してくださいます。そこで今日は招いてくださる神ということについて3つのことを学びたいと思います。第一、神は取るに足りないものを招いておられます。神は取るに足りないものを招いておられます。誰かが自分のことを覚えていてくれるということは本当に嬉しいことです。大切な人からメールを受け取ったり手紙を受け取ったりする、それだけで一日中気持ちよく過ごすことができます。神様は徴税人レビのことを覚えていてくださいました。ユダヤの社会の中で徴税人は最も嫌われている仕事であり、罪人、遊女と同じ扱いを受けていました。冷たい視線を浴びながら生きるということはなんとつらいことでしょうか。レビがいかに苦しい人生を歩んでいたかということは徴税人であるということだけでもわかるわけであります。イエス様は大勢の群衆がいる中で最も取るに足りないレビを招かれ、私に従いなさいと言われました。神は今も取るに足りないということを自覚している一人一人を招いておられる。私たちは自分の足りなさ、弱さを嘆いてしまう誘惑があります。しかし神様は私たちの弱さや足りなさを知った上で招いてくださいますから、弱さや足りなさを嘆いている時間はありません。自分の弱さ足りなさを認める者の上に神様が力を与えてくださり、その弱さや足りなささえも神様の栄光のために用いられます。今も神は取るに足りない私たち一人一人を招いていてくださいます。第二に、神は足りなさを自覚する者の上に栄光を表されます。神は足りなさを自覚する者によって栄光を表されます。私たちの弱さや足りなさは神様の前には問題がありません。時として私たちは自分の力で神の栄光を表したい、そう願うわけでありますけれども、神様はまず私たち自身が自分の弱さをまた足りなさを認めるときに、そのことを通して神の栄光を表される。神の招きは取るに足りないものに今集中しています。コリントの信徒の手紙
1:27-28。ところが神は知恵ある者に恥をかかせるため、世の無学な者を選び、力ある者に恥をかかせるため、世の無力な者を選ばれました。また神は地位のある者を無力な者とするため、世の無に等しい者、身分の卑しい者や見下げられている者を選ばれたのです。神はレビを選ばれました。今も神様は取るに足りない私たち一人一人を招いて栄光を表される。イエス様の弟子たちも無学なものでありました。取るに足りないものでありました。しかし神の力が与えられたときに、人を恐れることなく大胆に神の言葉を語りました。周りの人たちは驚きました。使徒言行録4:13。議員や他の者たちはペテロとヨハネの大胆な態度を見、しかも二人が無学な普通の人であることを知って驚き、またイエスと一緒にいたものであるということも分かった。普通の人、無学なもの、取るに足りないものを通して神様は栄光を表される。私たちが信じている神は天地を創造された方であり、石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことのできる圧倒的な力を持ったお方であります。取るに足りなさ、神様の前には何の問題もありません。いや、むしろ神様は足りなさや弱さを自覚して、神に従う者によってこの時代にも神の技を表してくださる。第3番目に、招いてくださる神に従う。どのようにして従ったらいいのでしょうか。2つのことをここから知ることができます。神の招きに今応える。イエス様はレビに対して私に従いなさいと言いました。それに対してレビはどうしたのでしょうか。14節を読みたいと思います。そして通りかかりにアルファイの子レビが主税所に座っているのを見かけ、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。イエス様が私に従いなさいと招かれたときに、すぐに彼は立ち上がってイエス様に従った。イエス様に従う、神に従う、自分の働きをやめて従うということは文字通り命がけであります。これから自分の歩みがどうなるかわからない。でもレビはすぐに従い、イエス様と共に、また周りの人たちと一緒に食事をするという大切なことをやりました。イエス様と交わるということを彼は実践したわけであります。すべてを捨てて今すぐイエス様に従う、神に従うということをしたことによって、神の栄光が表されていくという不思議なことが起こりました。神が今私たちに招きの声をかけてくださるときに、私たちができることは今すぐ立ち上がるということです。ヘブライ人への手紙3:15。それについては次のように言われています。今日あなたたちが神の声を聞くなら、神に反抗した時のように心を固くなにしてはならない。今神の声を聞いたらば、聖書の言葉を聞いて本当だなと思ったならば、その時すぐにその言葉を信じて
立ち上がりなさいと神は言われる。神は今も私たちを招いておられます。神が私たちに声をかけてくださるときに、すぐに立ち上がりたいと思います。もう一つ大切なこと、招きに応えるためには、神に集中するということです。レビはイエス様と、またそこにいた人たちと一緒に食事をしました。多くの徴税人や罪人たちも同席しました。その人たちはどうしたのでしょうか。聖書を見ていきますと、15節、イエスがレビの家で食事の席についておられた時のことである。多くの徴税人や罪人もイエスや弟子たちと同席していた。実に大勢の人がいてイエスに従っていたのである。イエス様がそこにおられる。そしてただただイエス様に集中する。神に集中して神に従った。しかしその反対の行動をした人たちがいます。宗教的なリーダーであるファリサイ派の人たちや律法学者たちは、どうしてイエス様はあのような者たちと食事をするのか。イエス様に集中しない、神の言葉に集中しない、周りのことに心が奪われてしまった。神様に集中しようとするときに周りのことが気になる。そして周りのことを気になり始めたらば、神に集中することができなくなってしまい、神様から離れてしまうということが起こってくる。しっかりと神様に集中したいと思います。しっかりと神様に集中するために祈りたいと思います。聖書の言葉に聞きたいと思います。神は今も取るに足りない私たち一人一人を招いておられる。そしてあなたが必要であるから私に従いなさいと言われますから、私たちはその神の声を聞いて今従いたいと思います。そして今神に集中したいと思います。サタンは神様以外のことを心の中に思わせ、心配不安で満たそうとしますから、神様に満たされて神様と共に歩みたいと思います。今も神は私たち取るに足りないものを招いて、神がこの時代に生きておられるということを表されます。今まで以上に神に期待して、神の招きに応えて、神の不思議な技を見たいと思います。この一週間も神様の豊かな恵みが皆さんお一人お一人の上にありますように。アメン。